抗議文、日本国領海を支那漁船が侵犯し、これに対し支那共産党は日本国には愛し党に4回も呼び出し、うち1回は深夜0時に呼び出すとは定戦版断じて許されない不幸である。支那共産党は日本国には対し即刻土下座して神よ、同期1670年9月13日支那共産党中央委員会総書記胡錦涛殿、共産党は選択党を動かしますが、何があるか、本国には大将を息を打ち付けて、支援を打ち付けて作れるぞ。尖閣諸島は日本国の領土であります。支那共産党は日本国大使丹羽大使を執拗に呼びつけ、深夜にも呼びつけたという愚行を行った。尖閣諸島は日本国の領土である。支那共産党は治るな、丹羽大使を不当にも呼びつけるな、深夜に呼びつけるとは言語道断、万死に値する。支那共産党は尖閣諸島の領有権を主張するな。尖閣諸島は日本国の領土である。